鈴木常は、日本の政治家、神奈川県藤沢市長。元神奈川県議会議員、元藤沢市議会議員、神奈川県藤沢市出身。藤沢市立大道小学校、藤沢市立藤が岡中学校、神奈川県立平塚高南高等学校卒業。中学高校時代は、陸上競技部に所属し、 東京オリンピック聖火リレーの随走者を経験したり、110メートルハードルで、県下1位になったという。1973年3月に、早稲田大学教育学部を卒業後、民間企業に就職。1979年4月の藤沢市議会議員選挙で初当選。以後市議を4期務める。1994年5月から1995年3月まで、 市議会議長。同年神奈川県議会議員選挙で初当選。以後県議を5期務める。県議時代は自由民主党に所属した。エビネ・康則ノ市政下の姿勢混乱を沈静化させることを公約とし、県議を辞職し2012年2月12日に行われた藤沢市長選挙に無所属で出馬。現職のエビネ、前市議の美野の美子ら2候補を破り初当選。 2月26日、市長就任。選挙の結果は、以下の通り。当日有権者数、33万1276人。最終投票率 35.、35.08%。元県議、元藤沢市議の鈴木智子らに候補を破り再選。投票率は30%を切った。選挙の結果は、以下の通り。当日有権者数、 339,296人、最終投票率 27.、27.81%、元衆院議員の水戸正志らに候補を破り参戦。当日有権者数、356,549人、最終投票率 29.、29.27%。ありがとうございます。